よよよよっぴー TV 始まるよ。みのちん、今日何作るの？今日はチーズオムライスを作ります。チーズオムライス、うん、こちらが材料です。お肉と、うん、チーズ、卵は1人2つね。1人2つ、そうと、なんか玉ねぎが美味しいかなと思って。玉ねぎ、これでオムライスを作るわけですね。はい、はい、じゃあ作っていきます。玉ねぎを切ろうかな。はい、お肉はそれ豚肉でしょ。豚肉だよ。オムライスってね、なんかそんなステーキみたいな豚肉使わなくない？いや、なんか美味しそうだなと思ってさ。うん、美味しそうじゃない？チーズはそれはね、もともとそういう切ってあるやつなの？切ってある自分で。うん、切ってあるやつがね、いっぱい入ってて、ミックスチーズなんだけど。もともとこういうのがあるのね。そう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 。はい、なんかさ、はい、人参もいいなって思ったんだけど、おうおう、なんか玉ねぎの方が美味しそうじゃない？オムライスだもんね。そうそうそう、お肉をじゃん。これがオムライス用になっちゃうの？そうだよ。贅沢なオムライスでしょ？もったいな。美味しそう。まあ、オムライスだったらみんな好きだよね。うん。こんな感じで、これぐらいの大きさに。結構でか。切っていきます。結構でかくね。そんなに入れるオムライスに、うん、美味しそうだったから。はい、切り終わりました。はい、そしたらフライパンに火をつけてオリーブオイルを入れていきます。はい、そしたらここにお肉を投入します。どう？そしたら中火で炒めていきます。はい、なんか動きがそれっぽい。それっぽいことやってる。それっぽいでしょ。絶対美味しいよこれ。ちょっと半、こんぐらい半分になったら玉ねぎを入れます。そしたら、ここで塩コショウを入れます。これ初めての調味料だよね。あ、そうそうそう。で、塩コショウを、どれぐらい入れるの？まんべんなくこうやって、うん、なんか、こんな感じになるぐらい。口で説明したの。こんな感じです。こんな感じです。
で秘密兵器を出します。なんだ、入れてる人いるかな。マヨネーズ。ケチャップじゃないの。ケチャップはそのまあメインじゃん、うん、メインで使うんだけど、なんかマヨネーズをこの真ん中にこうやって穴を開けて、でオムライスのマヨネーズ、ね、マヨネーズをちょっと、こんなことしてたの知らなかったよ。これぐらい垂らします、うん、そしたらこんな感じ、かわいいで、このマヨネーズの上にご飯をドンと入れて、まあ、この段階だとなんだろうね、肉丼だよね。ね、なんかチャーハン。ああ、こっから、こっからオムライス変わるんですか。そうそう。で、マヨネーズをこう染み込ませて、まあ、だいぶ混ざってきたんじゃない。うん、これだけでも美味しそうだったね。そうだね。これだけだったらさ、ガーリックとか入れても美味しそう。美味しいね。ねえ。これチャーハンでいいじゃない、このまま。ほら、チーズオムライスを作るなど。で、この辺でちょっと弱火にします。今まで中火だったからね。そうそうそう。弱めるんだね。うん。なんで？なんか、焦げちゃいそうだから。おい。そしたら、こちらでケチャップを投入します。きた。こっから、こっからオムライスに入っていくんでしょ。はい。急激に足りるケチャップ。足りるでしょ。今足りない音したけど足りるよ。ちょっとこれぐらいで一回混ぜよう。どうしよう、卵の上にかけるケチャップなくなっちゃったら。買ってきますよあ、いい香りする。伝わりますか、いい香り。いい香りこれ見た感じだと俺でも作れるな。あ、本当、うん、じゃあ今度作ってもらうわ。あ、嘘嘘嘘なんで。いや、なんかそれぐらい簡単だよねっていう。うんうん、手軽にできるよね。作る作らないのか、いつだ。なんでよ、作ってよ。なんかやっぱり中火にしよう。なんで。なんか水分が出てきた。ああ、なるほどね。うん、で、そのなんだろう、料理の加減を見ながら火加減も変えていくっていう。そう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 。いい感じじゃない？いいんじゃない？こんな感じかな？これベーコンとかでもよかったんじゃない？ベーコンも美味しいよね。ウインナーも美味しい。ああ、うん、いいな、いいな。こんな感じで、まあね、家にある材料を使うっていうのはね。そう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 、ミホチン流だからね。そうです、ミホチン流、家にあるもので。料理に合わせて材料を買うんじゃなくて、うん、材料を見て料理が決まる。そうそう、だってさ、料理に合わせて買い物行ってさ、うん、忘れた時悲惨すぎない？悲惨だね。でしょ。あーってね。そう、だから家にあるものでやった方がいい。よし、とりあえずこれで中身は完成で、盛り付けていきます。すごい量、そっちの方が多くない？大盛り。そっちの方が大盛り。これじゃあヒロ。はい、そしたら卵を焼いていきます。はい、私は、うん、卵は卵焼き器でちょっと焼くんですけど。あ、ご食やつね。そうそう。では卵まず1人分の2個を割っていきます。卵2個で1人分だもんね。そう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 、やっぱね、卵は多い方が美味しいからね、うん、そしたら卵を混ぜます。
これぐらいかな。そしたら卵焼き器は、あの火が通りやすいんで。あ、そうなんだ。そう、最初ちょっと強火でやるんだけど、温まってきたら、もうなんだろう、中火に近い弱火で作っていきます。あ、焦げないようにね。そうそうそう。そしたらこれ卵を流していきます。はい、でここでチーズが登場。卵を流したら、普通はこれだもんね。そうそうそう、普通は卵を焼くだけでしょ。このチーズを入れていきます。入るんだね。わー、美味しそう。で入れてちょっとプクプク焼けてくるまで待ちます。はい、はい、見てください。だんだんもう縁がこう焼けてきたでしょ。あ、焼けてきてる。で、オムライスは多分ちょっと半熟ぐらいが美味しいから、これぐらいでいいかなと思うんです。なんかもう卵の中にチーズが入り込んだ感じだね。そう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 、上にかけるっていうよりはもう染み込ませる感じで、ちょっとチーズも溶けてるんだ。うん、そうそう。で、これぐらいで、うん、裏返したりするの？裏返さないよ。裏返さない。うん。で、これで火止めて、ご飯に盛り付けます。そしたら、ここがね、たまに失敗しちゃうんだよ。かけます。半熟すぎるんじゃないかな。でき。おーおーおお。スルッとスルッと。おお。うわー、美味しそう。イエーイ。美味しそう。布団のかかったご飯。これ完成。2つできたね。できました。はい、で、ここ文字書くのに、はい、ケチャップを買ってきましたよ。ありがとうございます。はい、じゃあ普通にタラーって書けるといいかな。じゃあ書けます。はい、すげー出てくる。すごい出てくる。あ、美味しそう。こちらもかけます。うわー、美味しそう。完成。いただきます。いただきます。やっぱ卵結構熱くなってきてるんだね。そうそうそう、うまっ。何十万。おいしい。うん、おいしい。あ、ケチャップがうまいんだ。チーズ好きにはいいよね。うん、これも大成功じゃない。うん。美味しいです。